あ、お兄さん、お兄さん、お兄さん、すいません。はい、あのちょっと私ストリートスナップやってるタマっていうものなんですけど。あ、知ってます。あ、本当ですか、ありがとうございます。はい、あのちょっと今すごいお兄さんかっこいいなと思って。本当ですか。あの写真撮らせていただくことできないですかね。あ、いいんですけど、今週の胸アツポイントだけ言っていいですか。はい。アルビレックス新潟レディースがホーム開幕戦を迎えたんですけど、なんといっても山谷選手の活躍がすごかったんです。センターバックとして活躍している山谷選手なんですけど、まあ、本業のディフェンスの部分はもちろん、2点目の得点シーンはね、もう自身で何としても得点を取ろうっていう気持ちが溢れていたシュートだったなっていうふうに思います。この勢いでね、何としても新潟にタイトルを持って帰ってきてほしいなと思います。次回も胸熱。え、写真は